いや暑いね、春。暑いっすね、今日。でもね、今日なんと、この車でなんかドライブに行くらしいんだよね。え？どういうことですか？こっから指令が来て、この車の魅力を思う存分伝えていこうかと。はい。じゃあ、早速乗ってみようか。乗っていきましょう。よーし、行こう。乗り心地どう？進みがめっちゃ良くて、あ、本当？スーっていく気持ちよさがありますね。指令出ました。指令、お願いします。最近のチームはドゥですか？さあ、激しくなったよね、ポジション争いはさ。まあそうですね。 ACL でなんかすごい活躍した選手もいるしさ、やっぱ練習の試合とかの強度も高くなってると思いますし、確かに本当毎回毎回楽しいですね、試合、練習の試合は。 ACL でさ、戦ってみてさ、なんかチームのこう力強さみたいなのちょっと出てきてない？グラウンドちょっと ね、ぐちゃぐちゃだったけど、でもやっぱ勝ちきるみたいなところでさ、いや俺らどこでもパフォーマンス出せますよみたいな、そういうね、なんか雰囲気っていうか ね、チームの雰囲気あるよね。藤井選手、ここ最近頻繁に試合に出るようになってきたけど、どんな心境ですか？まあ、頻繁には待っててないですけど、まあちょくちょくチャンスをもらってって感じで、まあ、天皇杯は1回目で出て、まあ、いやー、俺ね、あれめっちゃ嬉しかったよ。マジですか？俺の声届いたんだっけ？ハルーって言ったの、分かった。本当に。いや、だあれみんなめっちゃ喜んでたよ、マジ。いや、そう、嬉しかったですね、本当、みんな喜んでくれて。しっかり試合に出て、チームの勝利に、ね、貢献していきたいと思いますね。他の先輩の印象を教えてください。しんくんは、ピッチ内でもピッチ外でも、すごい声をかけてくれるし、しかも日本代表入ってて、いやマジですごいよ ね、とにかく優しくて、いやめちゃくちゃいじられるはするんですけど、みんな一回ね、しんくんのインスタのね投稿見てほしい。藤井の部屋汚いみたいな。あれは本当に やらせっす、やらせ。あれは本物、本当に汚い。海外戦を経験してみてどうでした？結構フィジカルとかスピードに特徴がある選手が多いと思うんですけど、やっぱ海外だと、でも一個一個のさ、プレー全然負けてなかったよね。まあ、そこは持ち味でもあるんで、自分の、はい、絶対、まあ、でかくも持ち味。まあね、俺と藤井はそういうもんだよね、もう目の前の相手もね、もう潰していくっていうかね。どんな選手を目指してますか？点を取れて、守れるセンターバックで、やっぱそういう選手ってやっぱ必要とされるんで、でかくんからのクロスで決めたいですね。ちょっともう高速クロスだよね、はい。どう、俺の運転姿決まってますわ。適当にも程があるだろ。それはガンギ割りします。よーし。おー、やっぱいい。確かになんかグーンって進むね。わかります。アクセルのキレやばいわ。マジっすか？でもカストロマテウスぐらいキレキレ。藤井選手とのドライブはどんな気分ですかって。もう大好きな後輩と運転できるの。ほんと幸せ。ほんとっすか？最高のオフの過ごし方。めちゃくちゃ絶対そうやな。愛知県に移籍してきてどうですか？やっぱね、なんか言葉遣いとかね、俺地元静岡なんだけどすごい似てる。あー、確かに。なんとかダモンでとか、だからなんかどっちかって言ったらね、すぐなんか帰ってこれるホームっていうかさ、ほんなんだろ、家に帰ってきた感じはあるんだけど。グランパスのサポーターはどんな印象ですか？味方にするとすごい心強い。まあ、やっぱそうか、熱い応援をさすごいするじゃん、で敵だったらそれってなんかすごい威圧感があってさ、うわ上だって思うけど、なんか仲間になるとねすっげえ心強い。あ、いいっすね、本当に。だからね、もう俺らはこのサポーターの元で戦ってんだみたいな、そういうね、なんか選手としての誇りを感じられるっていうか、だからなんかビッグクラブだなってめっちゃ思うもん、本当に。いやでも出川くん、まだ全然あれ本物感じてないですから。そうなんだよ、本当すごいですから本当に。いや、なんか噂に聞いたらね、なんか出たんでしょ、満員のトヨタスタジアムでさ、試合に。やばいっすあれは。びっくりしました。ちょっと俺もさ、そういうの味わってみたいよ、本当に。いやー、ちょっと早くトヨタスタジアムで吠えたいわ、点決めて。もうやばいよ多分。いつが一番好き、サッカーしてて？いや、もうゴール。ディフェンスだけど、ゴール。ディフェンスだけどね。でもさ、ボール奪った瞬間とかさ、違う、ギリギリで足出した瞬間って気持ちよくない？違うゴール、ゴールね、ゴール、ゴールが一番気持ちいいっすよ、本当に。なんだろうね、あれ、本当。グランパスっていうチームの印象は？
やっぱね、勝者のメンタリティあるなって俺すごく感じる。やっぱさ、1失点とか1敗とか1分けっていう、なんかそういうのにすごいシビアじゃない？あ、確かに分かるわ。俺なんかいいなってめっちゃ思う。目標となるチームメイトなどはいますか？しんくんはね、すごいなってなんか思うな、うん、面白いし明るいしさ、後輩思いじゃん。はい、でなんかそれも兼ね備えてるし、なんか努力家なんだよね。いや、そうなんですよね。ね、じゃあやってるっすもんね、トレーニングとか。なんかブレずにね、なんか今日きちいなとか思った日でも、しんくんやっぱさ、スタスタ上行ってさ、筋トレとかしてるじゃん、うん、それ見るとし、俺も出てるんだよつって、こうさ、やっぱ頑張る気持ちになるよね。そうですね。しかも練習とかもやっぱ一番声出してやってるし、ほんとそう。現役日本代表とさ一緒にできる機会ってさ、そんな多くなくない、ね、今のさ日本で J リーグで海外が多いですからね。そう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 、だからちょっとでも学んでさ自分に生かしたいよね、うん、でいつかさそういう選手になりたくない俺らも。そうっすよ、もちろん、ね、伝送って名前聞いたことありますか？だって、え、伝送はありますよ。もう伝送あるっすもんね。なんか大学のサッカー伝送カップってのがあるんだよね、超有名なやつが、うん、もう俺ほんと伝送カップでねプロを意識し始めたわ、ほんとに、あ、あれだあれだわ、もうでこあれオール伝送あれ。見て、ここにも植物、え、やば、木と森とさ海交わることのない2種類の自然がようこそ伝送ギャラリーへ。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、伝送の車を中心に、製品とそれから取り組みを紹介させてもらいます。すごっ、電話までするんですか？します。へー、あ、トレーニングのバイクとか、え、重っ頑張れ頑張れ、漕ぎすぎてもいけないの？ここっすか、はい、あー、おー、 いいねー、いやいやいや、すごい。クラフティングザコアとは大切なものを生み出す、つまりクラフティングザコアとは大切なものを作り上げるということ。ちなみに QR コードの伝送が発明したんです。元々はそうなんだ、ちょっと伝送の製品をまとめると環境と安心安全という製品にまとめられるんですけれども、環境はエンジンと、それから電動化製品、はい、それから安心安全はいわゆる自動運転技術のセンサーだとか、うん、快適はエアコンディション、うん、というふうな製品でまとめられると思います。いかがですか？いつもお世話になってるけどさ車、はい、こうやって見るとすごいですよね、なんか、はい、それを縁の下で力支えてるのが伝送なんですよね。あ、なるほど、うん、縁の下の力持ちですね。縁の下の力持ちです一緒ですね、ディフェンダーと一緒ってことか。ディフェンダーと一緒ですね。ディフェンダーと一緒確かによかったな、ね、QR コードにするメッセージってどういうことですか？これ、あ、分かった分かった、ここに QR コードが出てきて入って名刺渡してもらった人がピッてやったらそこにメッセージ見えるんじゃないの？だこれ誰宛ての、ね、俺ちょっと広くいろんな人に見てもらいたいから、ちょっといろんな人に、じゃあ僕は自分のプレーちょっとサポーターアピールする。じゃあ僕はサポーターに向けて、お、来た、早い、来た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 、なんかいい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ僕のからお願いします、うん、ちょっと、いつも熱い応援ありがとうございます。いや、もちろん気持ち込めてください。ごめん、込めた、いつも熱い応援ありがとうございます。たくさん勝利を届けられるように頑張ります。お疲れなのか、はい、熱いメッセージ込めさせていただきました。久々に熱い藤井見えたわ。なんか全身笑顔情熱、熱いプレーで名古屋を一つにハッシュタグ本気好青年いいね、これもう自己紹介メッセージを込めたということで、うん、いいね、QR コードメッセージね、初めていいね、なんか秘密のメッセージ秘密のメッセージその秘密のメッセージ誰に送ったの？いや、僕はもう本当に、うん、いつも応援してくれる名古屋のサポーターに向けてここに書かせていただきました。森下君、ちょっと僕は誰に向けですか？藤井ほど長くないよ、そんな十何年もいないから、はい、1年目だけど、はい、1年目の皆さんに
熱いメッセージというか僕のプレーを伝えたいなと短い言葉で紡ぎました。皆さんぜひ僕の熱い情熱受け取ってください。お願いします。どうだった今日一日。いい刺激をもらいました。ほんとね。でも連想カップがあったからさ、俺はすごい親近感があったつもりだったけど、なんかよりここに来て一気にグッて刺さったね。本当に僕たちも、まあ、熱いこう気持ちというかコアを持ってプレーに励みたいと思うので、ぜひトヨタスタジアムに足を運んで僕たちの熱いプレーを見に来てください。お願いします。スタジアムで頑張る姿を見てほしいと思っているので、ぜひスタジアムで一緒に勝利を分かち合いましょう。応援よろしくお願いします。これから情熱と笑顔を持って、うん、持ってね、頑張ろう、頑張りましょう、うん、いやすごい来たからよ